県トラック協会が救命活動用車両を埼玉スマート県特別機動援助隊を構成するアゲ中央総合病院に寄贈しました車両はすでに先月、石川県七尾市で活動を行っています今日の贈呈式で県トラック協会の瀬山武会長は救助救命活動に有効に活用いただき 一人でも多くの尊い人命を救ってくださいとアゲ中央総合病院の和田孝文災害医療センター長に車両のキーを手渡しました和田センター長は先月納品していただき早速この車両で石川県七尾市の老人福祉施設などで活動してきましたこの車で少しでも被災者の力になれたことをありがたく思っていますと感謝を述べました 県トラック協会は、2011年から県特別機動援助隊に救命活動用の車両を寄贈していて、今回で28台目です。車は災害現場の出動に備え、4WD タイプになっていて、災害や事故などの際に救助や救命活動に使われるということです。今まで13件、28台の車両を寄贈しているんですけども、 そののほとんどがです、ね、今回のの半島地震には向かったらしいです、えー、皆さん大変な思いもされたでしょうけどもありがたいなというふうに大変思っておりますもし災害が起きた時にはですね人命救助のために皆さんの力を借りてそのアシストになる車になっていただければなというふうに思っております